皆さん、こんにちは。ドジャースの大谷翔平選手が現地時間4月3日のジャイアンツ戦で放った移籍第1号のホームランボールをめぐって、まさかの騒動が勃発しています。さらには、大谷ブランドの危機化とまでささやかれ始めているというのです。ここでは、第1号のホームランボール騒動についてや、大谷選手の口から出た驚きの言葉、そして投げ返されたホームランボールなど大谷選手にまつわる騒動などを調査してまとめてみたので紹介していきたいと思います。開幕から40打席ホームランが出なかった大谷選手ですが、3日のジャイアンツ戦でドジャース移籍第1号を放ちました。記念ボールをゲットしたのはドジャースファンのアンバー・ローマンさんという女性でした。ですが、ここからトラブルが生じてしまいます。試合後の会見で大谷選手はファンの人と話してホームランボールをいただけるということだったのでと日本語でコメント。球団スタッフがファンの人と話してという意味でしたが、ウィル・アイアトン通訳は I was able to talk to the fan と、私自身がファンと話したと英訳してたというのです。このコメントを受けて米メディアがファンの女性に取材すると、女性は大谷選手とは会っておらず、ドジャースのスタッフも高圧的だったと告白しています。すると SNS や一部の米メディアで大谷が嘘をついたと批判される展開となったのです。まずその時のことをもう少し詳しくお伝えしていきたいと思います。彼女は重々しい雰囲気で警備員に連れられてスタンドを後にし、記念球と交換でキャップ2つ、バット1本、そしてボール1個を進呈されたといいます。それぞれ大谷選手直筆のサインを添えてありましたが、そこでの球団側とのやり取りを米メディアの記者に報じられてしまいます。まさかの舞台裏が明かされ大問題に発展したのです。ローマンさんは、夫や一緒にいた友人の同伴は許されなかった、そのボールを取っておくつもりなら彼はサインをしたがらないし僕らも応じられないと公式認定を拒否された、最初はサイン入りの帽子2つだけだったなどと証言。済んだことだから仕方ないよね、正直後悔はしていないと自身を納得させる一方で、ただドジャースファンとしてもう少し温かい対応を期待していたけど、その場で決断しないといけなかったのは本当に悲しかったと球団側の対応に不快感を示していました。彼女は直接大谷選手に会えないかとも嘆願したが、それも受け入れられなかったといいます。現地4月5日、ドジャースはチームが敵地でシカゴカブスと戦う中でアクションを起こしました。米メディアの記者が新たな動きについての記事を寄稿。球団は4月12日、ローマンさんと夫のアレクシス・バレンズエラさんをサンディエゴ・パドレス戦が開催されるドジャースタジアムに招待すると決めたそうです。その日はローマンさんの誕生日なんだとか。記者は、ドジャースが事態を収拾しようと躍起だ。2人のファンは大谷の初ホームラン球を不当な見返りのために譲渡するように圧力をかけられたと告白したが、その翌日に球団はやり直しを決断したのであると説明しています。当日夫妻はこれ以上ない VIP 待遇を受けます。フィールドクラブという最上級の座席を用意され、試合前にはフィールド体験も実施される予定だそうです。ドジャースの選手たちと交流できる貴重な場で、大谷選手との対面も果たす可能性も高いですよね。この知らせを受けたローマンさんは記者の取材に応じ、手を差し伸べてくれたことに感謝しています。大谷選手だけでなくチームの皆さんに会えるのはドジャースファンとして本当にありがたいですと話し、サインしてほしいものには何でもサインしてもらうわと意気込んでいたといいます。和解こそはしましたが、前通訳の水原一平氏による違法賭博問題に続いて大谷選手のイメージダウンにつながる騒動だったことは間違いありません。今回の誤訳騒動について日本のネットユーザーたちの間では、一平さんだったらこんな通訳しなかったんだろうなって思うのは自分だけだろうか、一平さんの不在を改めて痛感します、一平さんはそのまま英訳するだけでなく誤解されないように大谷さんの真意が伝わるようちゃんと補足して英訳してたからな、などと、水原氏が通訳のままだったら今回のような騒動にはならなかったのではないかといった声や、水原通訳復帰待望論も少なくありません。水原氏は大谷選手の専属通訳として日頃から共に過ごし、大谷選手の言葉のニュアンスをしっかり理解していたわけです。水原氏の英訳はあまりうまくはなかったという意見もありますが、一方で水原氏でしか訳せない大谷選手の真意というものもあったのではないでしょうか。また
アイアトン通訳は、大谷選手がファンの女性と会っていないということを分かっていなかった可能性が高いです。つまり大谷選手の行動をちゃんと把握していなかったからこそ今回の誤訳が生まれてしまったのではないでしょうか。大谷選手と常に一緒に行動している水原氏であれば、こういったミスはなかったのかもしれませんね。水原氏の違法賭博問題発覚以降、現地メディアでは大谷に対する批判的な報道も増えているといいます。日本国内ではとにかく完璧人間、清廉潔白というイメージが強い大谷選手ですが、アメリカでは必ずしもそうではないといいます。創業者が詐欺罪で有罪判決を受けた暗号資産交換業大手 FTX トレーディングの広告に出ていたことで批判されたこともありますし、後払いとなったドジャースとの巨額契約も税金逃れではないかとの指摘もあります。そこに来て水原氏の違法賭博問題ですから、とにかく風当たりは強いですね。だからこそ今回のような騒動もピックアップされやすいですし、現地の SNS でネガティブな反応も増えているんです。小さな場外騒動が大きく拡散されやすい状況にあるのは事実ですね。そして厳しい視線が向けられている今、水原氏が通訳で亡くなったことの影響はさらに大きくなっています。今回の誤訳騒動は日本語では主語を省くことが多いということが一つの要因となっているそうです。水原氏ならそこが問題になることはなかったのですが、アイアトン氏の場合はそうはいきません。もともとそんなに饒舌ではない大谷選手なので、今後も言葉足らずになって同様の騒動が起きる可能性はあるでしょう。そうやって騒動が重なると野球に集中できなくなり、成績にも影響が出るかもしれませんよね。場外騒動ばかりで成績も微妙となれば、完璧人間、清廉潔白という大谷ブランドもいよいよ崩壊の危機になりかねないわけです。水原氏はギャンブル依存症の問題こそありましたが、通訳においてこういったミスはなく、大谷選手が野球に集中できる環境をうまく作っていたのは事実です。そう考えると、水原氏を失ったことは大谷選手にとって想像以上の痛手だったと言えるでしょうね。水原氏のサポートがなくなったことで、メディアに対するコメントにも今まで以上に気を使わなければならなくなった大谷選手。以前の話にはなりますが、大谷選手が審判に対して放送禁止用語を連発し、全米の野球ファンを騒然とさせた事件をご存知ですか？ニューヨークポスト紙は2023年6月12日に、大谷翔平、フィル・クッツィ審判の怪しい判定に F 爆弾を投下しているのを目撃されると題し、10日に本拠地アナハイムで行われたマリナーズ戦の5回西に3塁の場面で打席に立った大谷選手を見舞った誤審騒動を検証したといいます。同電子版が紹介した SNS の動画で口の動きを見ると、ファクと2度言い放っているように見えるというのです。問題のシーンは10日のマリナーズ戦の2対5の5回西に3塁でした。3回に続く2打席連続で本塁打を放てば同点、敵地だなら1点差に詰め寄る勝敗を左右する大事な場面です。マリナーズはあと1試でプロ初勝利の権利を手にする先発の新人ウアン・ウーから2番手の左腕スパイアーに交代。フルカウントからファウル2球で粘った8球目、外角低めのスライダーを自信を持って見送っています。満塁で自打者はトラウト選手、チャンス拡大ですよね。しかしクッツィ球審はストライクのコール、一塁に歩きかけていた大谷選手はノーノーと異を唱えました。首を振って不満そうな表情を浮かべていたといいます。ベンチに戻るとネビン監督と共に厳しい視線を送り、抗議するような素振りを見せた大谷選手。大谷選手がベンチで怒り続けること自体珍しいが、この時はそれで終わらなかったといいます。手袋を片付けながらグラウンドに視線を送って怒り爆発。その時の口の動きはファクに見えたといいます。さらにクラブハウスに戻る際にも再びファクと見える口の動きで吐き捨てたのだそうです。大谷翔平選手が球場でイライラしているように見えることはあまりないといいます。二刀流にエンゼルスのスーパースターはその輝かしいプレーと明るい態度で知られていました。だからこそクッツィ球審から疑わしい判定を受けて彼が放送禁止用語を叫んだかのように見えたのは驚きではないでしょうか。判定後すぐにクッツィに首を振り、ダッグアウトとクラブハウスに向かう途中の唇の動きから何度もファクと叫んでいるのが見て取れると報じられていました。ニューヨークメディアが驚くほど大谷選手のイメージとは真逆だったのです。実際その場面を紹介した SNS の動画や試合動画の一部には音声こそないが、
大谷選手が確かに英語で F ワードを連発している様子が見て取れ、中継局のアナウンサーが彼がここまで感情を表に出すのは珍しいことと伝えている場面もあるといいます。その後ネビン監督はグラウンドに出て球審に詰め寄り猛抗議、退場処分を受けています。指揮官は会見で、自分の位置からは投球の位置が見えないから選手の反応に応じているが、私は翔平からあのような感情をほとんど見たことがない、自分のコーチや選手に退場してほしくないから自分が責任を取ると経緯を説明していました。ファンは珍しい大谷選手の一面に、わあ本当に言っている、間違いない、よかった、彼はロボットじゃなかった、などのコメントが寄せられたそうです。グラウンドに落ちているゴミを拾い、相手チームの選手を気遣うなど優等生が見せた意外な姿、怒りむき出しの表情も魅力的ではないでしょうか。次に行われたカブス戦ですが、2番 DH で出場した大谷選手に対し容赦ない大ブーイングが飛んだというのです。とはいえこれはカブスファンからの強打者に対するリスペクトの意味も込めてのものですが、それはシカゴから南西に約2800キロ離れた大谷選手の古巣アナハイムにあるエンゼルスタジアムでもブーイングが沸き起こったといいます。そしてその日第2号ホームランを放った大谷選手はホームベースを踏むとき、さりげなく左手薬指にキスをしています。これがマミコさんへの愛と感謝の表現と話題になっているそうです。サッカーでも野球でも外国人選手は得点を決めると同じようにキスをしますよね。大谷選手もそれに習ったのかもしれません。大谷選手はエンゼルス時代の2023年6月にホームラン25号、日米通算200号を打った時も同じことをしており、婚約をしたのは去年と発言したことから、あれは匂わせだったのかと話題になりました。この薬指キスに SNS では、ホームラン後の薬指にキス最高、やっぱり左手薬指にキスしてる、素敵だな、大谷さんマミコさんににぞっこんやんけ、などの声が上がる一方で、変にアメリカナイズになってきたな、左薬指にキスするタイプとは思わなかった、ホームベース踏んだ時に左手薬指にキスしてるの見てドン引きしてしまった、など大谷選手らしからぬアクションとしてがっかりするコメントも多かったといいます。そしてその第2号のホームランボールですが、なんと投げ返されていたというのです。キャッチしたのはカブスファン歴が私の人生すべてと言い切るジム・リッチさん。即座にグラウンドに投げ返し、後悔はない、翔平は偉大な選手だが、リグリーフィールドでは相手の本塁打は投げ返すのが伝統と胸を張って話していたといいます。打球は手にしていた球場名物トスティートスナチョスに直撃、翔平の本塁打球の価値なんてわからないよ、僕のナチョスがいくらか知ってる、これだけは交換してほしいね、と笑っていたそうです。いかがでしたでしょうか。今回はホームランボール騒動についてや、大谷選手の意外な一面、そして投げ返されたホームランボールなど大谷選手にまつわる騒動などをまとめてみました。ブーイングにリスペクトの意味があるのにびっくりしました。薬指にキスするパフォーマンス、新婚さんですし個人的には素敵だなと思いましたが、皆さんはどう思われましたか。よかったらコメントで皆さんの考えや感想を聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。